こんにちは、ネクロ警察です。ネクロ時だけ出てくるマイク、あとはトミニーが何か言った時だけ出てくる杉山さんみたいな話ですね、はい。さあ、さっきはブバさんが苦笑いしてましたが、今回は草上君がブバ苦笑いするんでしょうか。大丈夫ですかね。さあエレック、こっから画面足、なるほど、前足で3回で画面足を持っていく。さあ辻さんが、はい、これはしょうがない、しょうがないあのやりようがない、ああ取り締まりようがないってこと、ね、取り締まりようがない今のは合法です。合法じゃあ何、違法なのがあるわけですね。なるほど、大だったこれは、まあまあまあタイトルスタートじゃなくてもいいでしょう。おお、剣側歩き投げ、よくない、めちゃくちゃ言わない次、草壁くんもかわいそう。おー、一文字追い返して、ちゃんと叩きかけるべきだったね。あー、なるほどね、違法スタッチを見て、さあここから、これは置き攻め取ったら、さあまあしっかりケアして体力差あるので無理をしない、削りきれないと、これは関山さんが、これは今のはちょっと原稿、あ、違法、あ、これは違法、死んで当然、死んで当然です今の、これはしょうがないっす。はい、いいよ、ナイスパーフェクトゲーム、パーフェクトゲーム、これは取り締まりがいありますね。大丈夫草壁くん、あの仕込んでたのかっていうくらい綺麗にダメな方に行きましたね。ネクロフラ厳しいなと。さあしかし気を取り直せて、この重傷力食らってる、マジか、何の圧をかけられてるのか分かんないけど、スタンを狙いに行ってるの、行ってますかね、大丈夫かね、体力は若干ネクロ有利、いやーまあなんかね、あーこれは漏れちゃって、さあ膝中取るエレック、とっと壊し、大丈夫、削りきれない、歯切れが悪い筆算警察でした。勝ったのは草壁くんと杉山さん、あの、はい、安全に多分草壁くん勝とうとしすぎだよね、よくないよね、はい、ね、